で、そろそろ流れの方ですね。流れの方を話させてもらいます。で、一番最初に言うと、私、流れが専門ですから、流れが見たいと。あまり植物はあんまり、まあ、それ、興味はあるんですけど、専門ではないです。で、二層流の応用と、二層流への応用と、沸騰してる場合ですね。よく鍋とか沸かしてるとしたら、ボコ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 、沸騰してくると。僕はずっと見てるんですけど、どこで沸騰してるのかなと。で、その泡がどういう挙動を示すかというのは、これ例えば原子炉の中だと、ここのところで乾ききっちゃうと燃料が壊れちゃうということになると。この周りが燃料棒だとしたらね。で、そういったところに流動様式っていうのがあります。気泡が少ない場合は気泡流。まあなんとなく想像つくと思うんですけども、で、どんどん気層が流れていくと環状流って。これ例えば円管だとしたら壁面に液膜が付着しているような状態です。で、あとこうスラグ流っていって、こう砲弾型の気泡が出てくると。我々昔は結構スラグ流は日常体験してたと。どこでか分かります？最近瓶ビールでビールを続かないんですけど、瓶とかでトク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 っていう音はこの気泡が通過する音です。大体このくらいの気泡ですねが出てくると、あれで空気が入ったり出たりしてるということで、スラグ流っていうのは大体その瓶からトクトクやる時の音の周期でスラグ気泡が出てるということです。で、これは断熱ですけども、沸騰するとどんどん蒸発していくので、周りから加熱してたらですね、で気泡流からチャーン流とか環状流とか言われるところを経て、もうあとはもう噴霧流と、もうちっちゃな微小な液滴だけになると。で、これが原子炉の中で燃料棒の中で起こると、この辺で燃料棒は温度が高くなって壊れる可能性があるということです。で、これはサンゴールで私が過去に撮った画像ですけども、これは区形管で、これ気泡です。これ5000個まで撮ってます。連続さですね。なんで、まあ非常にこう泡がくっついたり、これが 分離したりとかっていうような様子がくっきり見えると。これ残念ながらちょっと動画にしてないんですけども、気泡の分裂合体っていうのは非常に細かく見えるということです。で、次、液体金属。これ液体金属っていうのは鉛ビスマスっていう液体金属を我々使ってます。鉛っていうのは非常に重金属、重いんですね。比重が10あります。牛乳パック一つが普通だったら、水だったら 1kg ですけど、それ鉛だと 10kg です。そのぐらい重いです。水銀だともっと重いですね。まあ、水銀最近こう世の中で見ることないですけど、これはですね、もともと高速増殖炉、モンジュはもう廃炉になりましたけども、ああいうものが、事故になったと。で、中で燃料が溶けてしまったと。で、燃料が溶けたら周りの構造物は燃料の融点ぐらいで沸点を迎えちゃうと。だから言うたら、プルトニウムとかの溶融燃料の中で金属が沸騰しているというような状態になると。そういったものの安全研究のために、鉛の中に窒素を入れてやって、その二層流がどうなっているのかという研究をしてました。で、これの流れを知りたいと、気泡は見れるんですけど、液層の速度が測りたい。どうするかっていうと、まずこれ全部鉛ビスマスっていう液体金属です。で、そこに気を流すと循環流が出る。当然ね、こう液体はこれ追加してない、気泡しか入れないと。これブクブクやると、ならどっかで上がってどっかで下がってくると、こういう流れになると。で、気泡の動きは分かりますよ。液体の流れどうやったら分かるんですかって。で、我々はトレーサーを入れると。
川の流れだったらこうインクとか流せばいいんですけども、なかなかそういうわけにいかないと。でカドミウム、カドミウムっていうのは中性子を吸収する材料です。なのでコントラストが出ると。けどもカドミウムは鉛とかビスマスに比べて軽いと。なので金と合金を作ってやって、だいたい鉛とビスマスの比重になるように調整してやったのがこの AuCd3 っていうやつです。でそれを分散させてやると、分散させてやると、まあこれは流体とともに動くと。ならこれでこの場所が特定できれば、その粒子の動きを追うことによって液層の速度が分かるということですね。でそれをやる方法として PIV とか PTV と、パーティクルイメージベロシメトリーとか、パーティクルトラッキングベロシメトリーとか、あの一番最初の沸騰の絵であの矢印やってますけど、あれ PIV でやってやったやつですね。濃度相関というのは大体どこに行ったかっていうのを予測する手法です。でやってやるとこんな感じになると。これは一つ一つの粒子を追っかけてるので、追っかけてるので矢印ごと動いてますけども、まあこういう感じで気泡の動きと、気泡の動きとこっちに流体の動きと同時に取れると。これもう他の方法で取れないです、取れないです。でただデータ処理するのにそれじゃやりにくいので、ある定点でベクトル線図を書いたらこうなりますよということで、まあ嬉しくもおかしくも二次元で液層の速度と気泡の速度、それから気層の割合ですね、全ての情報がこれで出てくるということが中性子で分かると。これ X 線じゃ出てこない。なんでかっていうと X 線でコントラストをつけるためには比重を変えないといけない。比重を変えたらそれは液体に追随しないんです。だから中性子の場合は組み合わせによって比重を合わせながらコントラストをつけることができるというのが最大のメリットです。で次ですね、これも原子炉の事故の時の話なんですけど、液体金属の中に液滴を入れてやると。で温度差が高まると、温度差が高まると爆発します。水蒸気爆発って言って、で福島原発の時に問題になったのは、あの一部水素爆発なんですけど水蒸気爆発だっていう報道もあります。その溶融燃料が水にボチャンと使ったら爆発的な反応を起こして爆発すると、それ水蒸気爆発って言いますけども、あの火山の溶岩が水に行っても爆発的な現象が起こると。でももしそれが起こったらあの程度の被害じゃ済まないと。水素爆発の場合は、被覆管が酸化還元で出て、あの水素が出てですね、上に溜まって何かで発火して爆発しましたけども、あの爆発によって圧力容器等がどうのこうのなったっていうことはないですね。上の、あの建屋はあの爆発しましたけども、水蒸気爆発だとああいうことにはなってない、もっとひどいことになってます。でこの温度差、水と液体金属の温度差がこれ小さい時をまずやってやると、水蒸気爆発が起こらないようなことで、本当にこの海面だけで沸騰が起こっている様子を知りたかったので、これ使ったのはニュートン合金というやつですね。融点の94度100度未満で、この辺を100度未満にして上を温めてやると。なら液滴は軽いですから、液体金属に比べてどんどん上がっていくと、上がっていくとどんどん液体金属の温度上がっていくと、だからどっかで沸騰すると。これ安定密度清掃っていうんですけど、なのでここにヒーターを置いて、ここのところにあの冷却のファン、あのヒートシンク入れて、で直線的な温度分布作ってると。ここのところにあの要電子部品屋で売ってるアルミのヒートシンクを置いてあるんですけど、これでここから見てやると。でこれ実際にやってやったやつですね。ここ下が100度、上が106度ですね。でなんとなく見えると思うんですけど、液滴が上がってると。まあこれ水です、何も起こらない。でもうちょっと上の温度上げてやると、ずっと上がってると、ずっと上がってるけども、ここら辺で
蒸発すると。でもっと温度を上げてやると、これ140度ぐらいですか。だからもうもっと下から沸騰してやって、そのまあどういった蒸気ができるか、どういった電熱のスピードがあるかということがこういう実験でよくわかると。これもなんか中にセンサーを突っ込んでやって測れるかっていったら測れない現象です。なのでこういう安全解析とかには非常に有用なデータが出てくるということです。で、あのさっきあの2次元で撮れましたとね、偉そうなこと言うたんですけど、体型がね、あれ幅が10センチぐらいです。でも厚みはね10ミリぐらいしかないんです。割と扁平な、割と2次元的なものですけども、実際には流れって絶対2次元じゃないです。3次元です。奥行く方向に分布があるね。で、2次元計測はできるけど3次元計測できないのかと、なら CT するかとね、回転させて。でも CT は相手が止まってるからちょっとずつ角度を変えて後で再構成できるんです。回転してる間に気泡がここに行ってしまうと CT 再構成できないと。だから僕らあのレントゲン撮る時とか息止めてくださいとか言われるんですよね。動いてたらうまいこといかないから。で、なら複数の中性資源がありゃいいかと、いっぱい並べてね。僕はそんな施設知らないです。なんとかうまくいかないかと。これを、これさっきの元画像ですね。この白いのが金カドミウムっていうやつのトレーサーですね。これを追っかけてたんですね、さっき。で、黒いところが気泡です。で、もう一遍さっきの話ですね。3号炉と離炉 L オーバー D、 これこの L オーバー D 低高度が悪いやつ使えないんですよ。良くないって。いや、ほんまかなと。画像ボケはこういうね、このオブジェクトとスクリーンの距離でボケ決まりますよと。そしたら粒子もそうじゃないんですかと。で、まあこれ、まあ解析の方はいろいろあるにしても、他の条件が一緒だったらボケを測れば距離は分かるんじゃないですかということをやってた。で、これはその離炉でやってあったんですね。みんながこんなもん使えへんと、ならスクリーンとこのカドミウムのパーティクルの距離変えてやると。で、まず5ミリ、50ミリ、100ミリね、ボケてますよね。このボケをあのガウス関数でフィットさせてやって、そのまあシグマを出してやると。そしたらこれ直線になるんですよ。直線になるっていうことは、これで奥行き方向の距離が分かるということです。で、まあ回転させてやると、こうここのところにあのアルミの棒でこう先っちょにつけてるんですね。で、これをぐる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 回してやると。なこれからこっち方向とかこっち方向は、まあ、当然測れると。けど奥行き方向が分かんないということです。まあ、これでなんとなく3次元が想像できる人はすごいですけど、実際にはこれ2次元でしか動いてないと。で、これ最初ですね、まだ若かったので、あのこの中性子イメージングのあの偉い先生がいたんですけど、こういうことやりたいですって言って、斉藤君そんなことできへんよとだいぶ言われたんですけど、実際にこれをボケを測ってみたと、測ってみたと。これぐるぐる、これ円運動してますから、ボケはこれ円になるはずです。こっち行ってこっち行って、あの手前来た時と奥行った時はなんとなく違うと、なんとなく区別はできそうだけど、なんかずれてるねと。で、ちょっとしばらく考えて、ああそうかと。カメラというのは、あるいは光学系っていうのは周差がある、周差があると。だいたい中心部でピントが合ってて、周辺に行けば行くほどボケていくっていうのは通常なんですね。で、こういったグリッドを映してあって、ここのとこのボケ、ここのボケ全部、これは可視光ですよ。もう撮像系の問題ですから、それを全部やっていたら、こういうふうにボケの関数が出てくると。それをさっぴいてやって、
割り算してやったらどうなるか、きれいになるということで、別にあの2つの中性子源なくてもね、奥行き方向を測れると、もともと2次元で画像で出てくるわけだから、 XY が出て奥行き方向がこれで分かれば3次元の測定ができると、1つの中性子源で。けどもその平行度がいい必要はなくて、逆に平行度が悪い方がそのよりボケやすいので、その今までこう見向きもされなかった中性子源がちょっと日の目を浴びるかなと思ってます。